はい、えー、どうも吉です今回、ですね熟成さんからお問い合わせフォームからいただいたので回答していきたいと思います。ちょっと長いんですけども、すみません、ちょっと移動中なんで車の中でのちょっとなるんですけども、えー、ご質問させていただきますと、今、えー、まず今あるリストの掘り起こしのためにアンケートを取ってみましたが、えーあーまあ、アンケートを取ってみたけども、まあ、回答があんまり得られなかったと、なので需要がよくわからないと。 うん、要は今 l i n e アットが有効で840ぐらいあると、まあ、そこに対してドリアカで、えー、講義であったそのアンケートを実施したみたけども、まあ、あんまり反応がなかったんで、まあ、需要がよくわからないといとう状態ですね、うん、でこのアンケートが低い中、まあ、需要がわからない中、うん、どういうそのコンセプトで商品を販売しなければいけないのかということですね。 状況下でどういうい商品をこう販売するべきかとだからであとはその、まあ、今回の反応で、まあ、結局そのインフォ系がやってるような簡単に儲かるよっていうやっぱ商品を売った方がいいのかそれともちゃんとした教育ビジネスが入ってる商品を売った方がいいのかと。うん、でその何だそのじゃあちゃんとした商品を売る上で。 まあ時間をかかけけてて教育していかないといけななとうんでもし吉永さんがこの状況だったらどう,どうしますかっていうそうでまあそのまあ取っているお客さんの層が結構その簡単に儲かるっていう層が結構多かったりしてじゃあそこにぶつけるんだったら簡単に儲かるよっていう方法を流した方がいいのかでもそれだと、うん、よくないわけじゃないですかまあちゃんとした商品教育コンテンツを販売した方がいいわけですよね。ただ 属性ががまあそういうい傾向があるとでこのジレンマどうしたらいいですか吉谷さんだったらどうしたらいいですかみたいなちょっと長くいただいたんですけどまあこんな感じですねはいこれはですね僕もめちゃくちゃジレンマがありましためちゃめちゃジレンマがあったんで僕がどういうふうにこの2年をやってきたのかっていうのをちょっとお伝えするならば僕はですねまあこれはドリームアカデミアのまだ後期あんまり見てない部分もあると思うんですけども要はですねそうなんですよ売れないです。<laughs> まずねその属性に対しては売れないんです売る売るのが非常に難しいんですねね、これジレンマですねでも直近の売り上げも上げていかないといけないですからその自分でね飯食っていく分の売り上げも作っていかないといけないだけどちゃんとした商品売らないといけない売りたいだけど、うん、結局お客さんはその簡単に儲かる方法に手がいっちゃうよねっていう事実があったりとかこれ非常にジレンマがめちゃくちゃあるんですねで、僕はどういうふうにそれをやってきたのかっていうとまず今の うーんこのやってるとこで改善案があるとするならばそのアンケートの取り方まあ今回はまだ1回しかやってないんでまあアンケートの取り方の改善要はそのプレゼントが欲しくなるようなうプレゼントをまた用意して、まあ、テストテストすることですね要は1回しかやってないんで、うん、でぶっちゃけその100クリックありましたって書いてあるんでクリック数は100あるわけじゃないですか。ということは。 んどうやってアンケートを取ったかはちょっと書いてないよな多分まあプレゼント配ってやったとは思うんですけどもまあその要はう結論ですよ、ねうん100クリックがあって1、えー、アンケート申し込みだとそれはあのデータから見ても反応率が悪いですよね。反応率が悪い理由って何かっていうとその欲しくさせてない。 っていうとこなんでその無料プレゼントが欲しくなるような切り口訴求ポイントにしていくそれはテストししていいくしかないです、まあ、その僕が840人の有効のリストを保有してるわけじゃないんでどういう属性なのか,、まあ、分,か分かんないですけどだからそこをやっぱ探っていかないといけないんで、まあ、それを今までやってなかったと思うんですけどそれを探っていくっていうことが必要ですからまずそれをやる反応が出るようにそのプレゼントも例えばでしょ 例えば、まあ、僕も前やってたんですけどお客さんが欲しいのって、まあ、ぶっちゃけ簡単に稼げる方法なんですよ。僕もインフォ業界も長くいるんでもうそうじゃないですか,なんか努力して痩せましょうっていう商品売れなくないですか努力して痩せましょうっていう商品これねまあこれがダイエットをする本質じゃないですか食事制限をして食事制限をして運動をすれば誰でも痩せられるわけですよもう一度言いますね。食事制限して食事事制制限限しししてて 摂取カロリーより消費カロリーが多ければ絶対痩せられるの分かってるわけじゃないですかでもそこにはみんな食いつかないんですよねそれが事実なんですよでもダイエットの本質ってそこじゃないですかちゃんとまあライズアップもなんで痩せられるのかっていうと食事制限してやあの運動してるだけなんですねそうだからそこが本質なんですけどそこだと響かない部分があるんですよだからその訴求ポイントとしてお客さんが響くキャッチワードで釣って ってまあ言葉汚いですけどつってでそのプレゼントの中でしっかりと教育コンテンツがある、うん、お客さんが求めてる、えー、内容も入りつつ教育コンテンツもあるっていうでそうやって徐々に教育していく、うん、っていうとこですね、うん、だからま,まずはお客さんのニーズ知らないといけないんでお客さんの、えー、反応するような、えー、訴求ポイントに書いてアンケートを取ってったりとかしていくっていうことですねまず1個は。であとは あそのじゃあ,あ売り上げも必要ですよねで僕がどうやってやってたかっていうとひた,すらフラひたすらフロント商品ですねひたすらフロント売り続けてきましたひたすらフロントですひたすらフロントあの一番安いやつだと999円とかでね売ってたんですけどお値段以上吉谷をずっとやってましたこの2年何やってたかっていうとフロント商品をとにかく売って作って売りました でそのフロント商品を買った人っていうのはとりあえず安いから買ってみよう要は高い商品だと高いからっていう参入商品があるんですけど安,安かったらとりあえず買ってみようかなってなったりするわけですよでしかも999円とかね、まあ、999円から僕699円とか1万円まあ心当たりで、まあ、この2年やってきたんですけどもでその例えばお値段以上吉谷みたいな感じでやってたんですけどそのフロント商品を売りながら教育する。 で、フロント商品に関しても、まあ、これも講義ありますけども、フロント商品でも、うん、なんだろうな、例えば3000円の商品を売るとそれじゃないですか。3000円の商品を売る。じゃあ、これを3000円の商品を、うん、例えば30人に売ったら、いくらださあ ?9 万ですかね。3000円で9万ですよね。で、そこに、まあ、アップセルとかもちょっと入れて、単価ちょっと上げれば、まあ、1000円のアップセルとかね。 もう3000のだからアップセ僕もアップセル入れてるんですけど、まあ、3000売ってまた3000のアップセル出すとか5000商品売ってアップセル3000出すとかすると単価ちょっと1万円ぐらいまで上がるんで、まあ、そうやってちょっと工夫単価を上げる工夫もしながら安い商品で内容がいい教育コンテンツですねそれをひたすら売ってきたと。で例えば だいいた結構僕6999円で売ることが多いんですけど約7000円じゃないですか6999円もちろん9 9 0円で売ってきたこともあるんですけど、まあ、例えば6999円ぐらいの価格帯で売ったら約7000円7000円でじゃあ20人に売ったら271414万ですよねで、えっと、40人に売ったら28万ですよね4728で28万だと思うんですけどだからまあその約7000円の商品をただ40人に売ったら約30万くらいになるわけじゃないですか。 まあそうしたらまあな,んなんとかやっていけるじゃないですかじゃあそれを月に2回やるとか、うん、コンセプト書いてじゃあその A っていう商品は、えー、7000円ぐらいの商品が40人帰ってくれました28万ですよねでプラスこうそこにアップセルをかませて単価をちょっと上げとけばまあその少し上がるわけですよだから30万を超えていきますうん 7000円っていうやつを6999円僕もやってます結構やってるんですけどそれでもアップセルとかかまして単価ちょっと上げていくとその安い商品でもある程度自分が飯食ってけぶるんっていうのはで、えー、月始めとか、まあ月,まあ、月に2回だいたい僕月に2回ぐらい商品売ってきたりとか、まあ、最低でも月1回は必ず何か商品売ってるんですけどそうやってその稼いできましたねあの未然にっていうのは未然にというか自分がその飯食っていく分。でひたすらそれで あの安い商品を買ってもらって教育して安い商品を買ってもらって教育してで、えー、その今自分が生きていく分の売り上げも作っていくとでそれをやってきた結果どうなったかっていうと僕バックエンド、えーっっね、エンド,ドリームアカデミーは今ありますけれどもそのまあ本当にそに毎回売ってるわけじゃないですねだ去年は多分4ヶ月に一辺ペ,ペースで売ってたと思うんですけど、まあ、それでも売れるようになりました。 うん、だからそこでフロント商品買った人があこ,んなこんな安くてもめちゃめちゃ内容良かったなってなったらあじゃあどれ役入ってみようかなってなるんでだから安い商品をとにかく売ってきた、うん、だそれはまあ講義の中にもいっぱい入ってるんで、まあ、フォローアップ勉強会とかでも結構そういうの結構話してますし、まあ、他の講義とかいろいろ見ていただくと、まあ、えどういうふうにやるのかっていうアイデアとか湧くと思いますし。うん だからそのフロント商品で教育するという概念ですねフロント商品で教育する、うん、でんあのこれが1人だと可能なんですよこれが昔僕会社組織でやってたんでフロント商品で飯食っていくなんて無理なんですよだって例えば30万約30万の売上で従業員の給料払えないじゃないですかでもこれ1人になって可能になったんですねうん1人になって例えば30万とか50万の売上でも、まあ、飯食っていけるわけですよ だからこれがあの1人になってありがたいなっていうところでしたね僕はやっぱ会社間だとフロント商品の50万の売り上げで会社は賄えないですから、うん、でも50万あったら1人で食っていけるじゃないですかある程度だからそれをフロント商品を月に2回とかかまして僕はずっとお値段以上よしたいんでこう販売してきましたねでそうやって、えー、もう乗り切ってきました でこれからもフロント商品作り続けてきてどり、あのー、バックエンド買えない人用にどん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 売ってきます。であとはその教育に関してはこれは払くくるしかないです。申し訳ないですけど払くくるしかないです。本当にこれはちょっとんレベルの話レベルが高い話になっちゃうんですけどうーん見返りを求めないギブがどれだけできるかですね。申し訳ないですけど。 申し訳ないですけどこれは見代わりを求めない義務がどれだけできるかだから結局自分のうん自分の売りに走るのかそれとも信頼構築に走るのかそこの部分ですねやっぱ売り先行になると僕もね売り先行にすればいろいろ売れますよや <laughs> ってきてますからでもそこは僕はこうやっていきたいっていうまあかっこいい言葉で言うならば信念的な部分ですよねこうするっていうのを決めてるので ただそれができたそれがまかり通った理由としてはうーんやっぱ一人でその会社組織っていうのは離れたからできたのかなっていうだ会社組織でいたらそれは無理ですよ、まあ、きれい事でねじゅ無理じゃないですか綺麗事で会社成り立たないので売り上げ作っていかないといけないんでバックエンドどんどん売っていかないといけないんで紅白のねうん だからそこは一人で、まあ今一人でやられてるんだったら、まあそれは可能かなっていうところですね。一人でやられてるんだったら。うん。そう。なんかその会、あのチームがいて、従業員、そのチームの給料払ってるとかだったら、ちょっとね、バックエンド売って売り上げ作っていかないといけない部分ありますけども。うん。だからそれを徹底的にやるってことですね。徹底的に。僕自身も実際徹底的に2年やった結果、 ああ正直ですよ。昔はプロダクトローンチみたいなせやって、高額を売っていくっていうのはバンバンやったりとかしてましたけど、今、1通ですよメール、まあどフリーコ、フリー動画を撮ってますけど、1通のメールのみですよ。1通のメールのみでバックエンド売ってるんで、お問い合わせいただいた方に1通のメール送って、ただ終了ですね。ステップメールも何もないですよ。それでも買っていただける方がいるっていうのは何かっていうと、見返り,見返りを求めないギブ、フリーコンテンツをひたすら作ってきた。 だからそこが我慢できるかっていうとこですね目先の大きな売り上げではなくて目先はちっちゃくていいそのちっちゃくていいっていうのが自分が生きていく分の,その現実の問題これぐらいないと生きていけないっていう金額があるじゃないですかだからそれに関してはフロント商品をとにかく売るでこのフロント商品をとにかく売るっていうことをやるとスキルもめっちゃつくんですよ商品を作るっていう売るっていう販売方法に関してもだからめちゃめちゃいいと思います だけど、まあ、大変ですよ。大変ですけども、僕はそれやってきました。そうやって、そのジレンマを乗り越えてきました。うん。だから最初はね、そのフロント商品も売れない時もあ,るあったんです、一番最初のはね。フロント商品も売れないみたいな。これ、やべえぞみたいな。だからそれはもういろいろ考えましたね。いろいろ考えて、いろいろなことやってきて思うんですけど、いや、逆に言うとですよ。逆に、安い3000円の商品も売れなかったら、バックエンドも売れないじゃないですか。どうすか。3000円の商品を買わない人が、 うーんね、バックエンド買いますって話で高額商品買いますって話でだからまずそこからやることが大事かなと思いますねまずはその、うんまあ、フロントもう本当の流れでフロント、まあ、アップセルかますんだったらちゃんとアップセルかますで、えー、バックエンド、まあ、クロスセルもしてもいいと思いますけど。うん だから僕はもうお値段以上吉谷をずっっとこの2年やってきました、ねまあこれからもやりますけどドリア化のバックエンダーは置いときあのもちろんあ,のあ,のありますけどねまあ買えないっていう人もいますからうんでその結果なんですけどそのフロント商品安い1万円以下の商品とかを出した時のリピート率が50%は切らないですね今はだからそれもあってまあそのビジネスがこうなんとかできてるっていう感じですね うん、だってそもそも僕のネットビジネス系の動画のリーチって少ないじゃないですか。でか新規の流動っていつもまあその半3ヶ月にいっぺんとか4あの半年にいっぺんとかまあそういうスパンでアンケート取って今どれぐらい取れてるかなとかどれぐらい反応あるのかなっていうのはだい大体その、まあ、メールアドレスとか名前で分かるんで「あこの人毎回来る人だな」とかあ「この人は初めてだな」とか。そのメールアドレス まあ僕 Gmail をメインにしてるんですけどそのメールアドレスで Gmail で検索するとあ初めてお問い合わせ来た人だなとか分かるんであ新規の流動これぐらいかなというのが分かるんですけど新規の流動が少ないんですよ今少ないそれはそうですよね再生数少ないんでうんでその中でもそういうふうに僕はやってきましたねだから今後はやっぱもうちょっと新規増やしていかないといけないなっていう部分はありますけどただまあ今までやってきたことは続けますひたすらまあフリーコンテンツ作っていって ねそのまあ、誰かしらその動画見てもらってでファンになってもらってフロント商品売っていくと、うん。でバックエンドは、えー、3ヶ月に一編もしくは半年に一編みたいなスタイルでこう売っていく、うん、っていうことはまやっていきますね。うん。だからここはね本当にジレンマなんですよね。僕も非常にジレンマでしたよ。うん。めちゃくちゃジレンマでした。だから。 これも、ね、思うんですけどはちょっとマインドセット的な部分があるんですけど悔しかったったていうのもありますね要はあの僕が離れた後も、まあそも業界の話って入ってくるわけですよ、まあ、その東京都が来ると。で何億売れたみたいなのあるわけですよ。で内容カスカスなわけですよ。で内容カスカスの商品が何億も売れてちゃんとやってるのに全然売り上げ上がらないからもうめっちゃ悔しいんですよね。だからその悔しさをバネに いや俺はそれでも行くぞみたいな、うん、っていう反,反復心みたいなだそこに流されずにああやっぱ結局お客さんってやっぱそうなんだよねみたいなやっぱ結局何簡単に儲かる方法がいいんだよねって諦めちゃったら自分が諦めたらもう無理です、うん、自分が諦めたらできないです、うん だからそこは、まあ、ここのメッセージで書いていただいてますけれどもちゃんとした商品をやっぱ売りたいっていうことじゃないですかうんそうだからそれは自分が書く腹くくらないとできないですよ悪いですけどだってお客さんの層が結局その僕もいろんな方にいろんな商品売ってますけど、まあ、一番最初に言った通りそのランニングして食事制限しましょうっていう商品がそもそも売れないじゃないですかそもそも売れないんですよちゃんとやりましょうっていう だから僕はフリーコンテンツでしっかりと教育コンテンツをなんかマインドの話をひたすらして大事ですよとそこやらないとダメですよっていうことを言ったりとかただそれだけだと飽きるんでそのタイトルで反応率が上がりそうなタイトルで釣ってでえなんだそれで教育教育コンテンツとかねいろいろやってるんですけどうんまあそんな感じですねだからそこはあの腹くくってちゃんと 中長期自分が安定したビジネスがやりたいっていうことであるならば単発はいいんですよ単発は別にいろいろ売っちゃえば結局買う人は買うんで簡単に儲かるっていうのはだけどそれは中長期のビジネスは全くないです、うん、だから中長期でちゃんとファンを確立して、えー、ビジネスをやっていくんだったらしっかりと自分がブレない自分がブレないっていうことが大事ですね もちろんその市場のニーズに変化することは大事ですよ。市場の変化に。例えば昔だったらその FX がバブった時に FX の商品ぶつけるとかね。でもその FX の商品ぶつけるのもなんかそのいい商品ぶつけるとかそ,の、ね、そういうなんかその市場の変化に応じてその商品を変えるラインナップを変えるっていうのは別に大事なことなんですけどただその芯はちょっとブレない。だからこの去年も僕あのバイナリーツール売ったんですけどもぶっちゃけですよ。ぶっちゃけ まあ僕はバイナリーツールアフリエイトで売った時に思ったのがあ結局これなんだなと結局やっぱ反応率が上がるのはこういうのだうなやっぱツールでちょっとなんだなとただそのバイナリーツール売るときもめちゃめちゃフィルターかけましためちゃくちゃフィルターかけましたよ無料動画で買うなってそういうそのねあの簡単に儲かるみたいな人は絶対買わないでくださいと もう本当に買ったらめっちゃフィルターかけてさらに言うと、まあ、お問い合わせいただいた方だけに、まあまあ、ドリアカと一緒ですけどお問い合わせいただいた方にあのご案内していくという形でこうやってましたけど、まあ、結果的に、うん、ドリアカ、まあ、その夏だったかな、まあ、ドリアカ売ったんですけども、まあ、それよりあ売れたということでですね。うん、なんだまあ そこもいろいろやってまあ結局そこかよって思う部分もあるんですけど、ただそこの方に行かないことが大事ですかね。うん、やっぱ揺れるんですよね。ここのジレンマっていうのは非常にわかります。痛いほどわかりますね。やっぱそのお金を稼ぐってなんかその努力してまあそもそもその起業家マインドがないわけじゃないですか。なんか起業して一人で稼いでいくぞっていう人じゃなくて、副業でちょっとなんかあったらいいなっていう形で入ってくるんで、だからフリーの 教育コンテンツってのが非常に重要になってくるんですよフリーの教育コンテンツこれをしっかりとやらないとダメです だからサラリーマンマインドじゃ稼げないですよとか、まあ、いろんな切り口訴求でこうフリーコンテンツをどんどん作っていくで無料プレゼントも良、あのー、かったって言われるような教育コンテンツを作っていく少なくてもそのじゃあその教育コンテンツを作る上でどうすればいいのかっていうとドリームアカデミアで僕が教えてる内容をパクってもらって、えー、言ってもらえば少なくても内容がカスカスには絶対ならないです、まあ、ドリアカの講義でパクってくださいって言ってますけど僕がドリアカでこう提供している講義っていうのは少なくとも芯をついてる話を結構かなりしてるんで そこをしっかりと汲み取ってもらって自分のメッセージでね置き換えて言っていただければ多分お客さんに届くと思うんですよ。うん、そこはね、ブレずにちょっとやっていただきたいなと思います。ぶっちゃけですよ。ぶっちゃけ多分今のラインアットの属性に対して無料オフとやれば反応出るだろうし、うん、稼げると思うんですよ。うん、だけど、それは中長期のビジネスではないですよ。だから僕も、あのー、なんだ。 もう一切やってないですからね。その無料プト系の、その簡単に儲かる系の、まあメルマガはやめちゃいましたけどね。メルマガもやめちゃって、ラインアットは僕の動画しか送ってないんですけど。うん。だからそこは本当に大変な時期ありました。本当に。でもね、そこをね、乗り切ってほしいですね、僕は非常に。でもそこを乗り切ったら安定的なビジネスっていうのは絶対待ってます。うん。リピート率50%以上が実際僕出てるんで、だそこを超えてほしいなと思います。 だからその見返りを求めないギブだから僕もねすげえ思ったりしましたよこんだけ頑張ってるのに本当にそのなんだなんで買ってくれないのかなとかあこんなにその一人一人の動画撮ってるのに文句言われることもありますから、ね、たまに <laughs> 文句言われることもあるんで、まあ、心折れそうになる時も何度もありますよこんだけやってる人絶対いいんだろうなと思うんですけどあそれでも足りないかみたいなで頑張ってきたんででも まあ頑張ってきた結果まあまあまあもうなんか少し見えてきたかなっていうのはありますねうんだからドリアカで教えてることを本当にしっかりやっていただければ絶対に中長期でそのビジネスで安定して稼ぐことは可能なんですよただここでその目先の利益を追っちゃうと非常にうんダメですねうんそう こ非常に難しいですね非常に難しいんですけどで,でもその一人で多分そのなんか従業員を雇ってなんか組織的になんか例えば固定費が1000万必要ですとかないと思うんですよ多分おそらく僕の場合は昔そうだったんで、うん、そんなきれい事でフロント商品だけで会社成り立つ難しいですからそうだからそれはねあの頑張れば絶対できるんでその安い商品でも。 そのまあ、何人かにこう買ってもらえるようになればその何十万かっていうのは取れあの上がるんで売り上げが、うんまあ、それをこうやっていくってことですねはいここはねいい質問ですねかなり切り込んだいい質問だと思いますよそうだここでね折れるか折れないかの瀬戸際ですね、うん、そう結局キャッチコピーじゃないですかどういうコンセプトでどういうキャッチコピーでこう流すのかだけで売れちゃうんで正直 うん、だそこのジレンマをどう超えられるかっていうところが見返りの求めないギブですよね見返りを求めないギブをできますかとでもやってほしいですねドリアカに入ったんだったらそれをやるべきだしやらないとダメですうんでそれだからそれをやらないと結局業界も変わらないんですよみんなそっちに今流されてるわけじゃないですか結局はみんな買うしそっちで結局 そっちの方が、まあ、これはね、僕アフリートパーティーとか行かないんであの分かんないんですけどそのアフリートパーティーに行った人が、ね、プレーナーの人がなんか言ってたみたいなんですけどなんか今ちゃんとやっても売れないよみたいな <laughs>、ね、ちゃんとやればやるほど売れないよみたいなあのガンガンやった方がもう売れるぞみたいなのが、まあ、なんかそういう話があったみたいなんですけどやっぱそっちに流れちゃうともうダメですね。あ,あそうなんだ、結局 ダメなんだって流れちゃうと、こ自分の心折れちゃうとダメです。うん。だからそこはその貫いてやるっていう。なそれがまあ中長期安定してビジネスを確立していく、安定してファンを獲得して、その買っていただけるようにするっていうのが、そこの気持ちも伝わるんで、うん。だそこはもうぶれずに頑張っていただきたいなと思います。だ最初は大変ですよ。 うん、最初は大変です特にそのインフォ業界の裏とかをもし、ねまあ、メール見れば分かるんですけど、まあ、結構知ってると思うんですねだからそこにそ自分が染まらないという決意があるんだったらその決意を胸に、うん、やってほしいなと思いますね、うん、自分が染まったらもうダメですね売上はね目先の売り上げは上がるかもしれないですよもちろんだけど中長期では絶対無理なんで絶対無理です、うん、しっかりと地盤を固めていく しっっかりとやっぱ、あのー、どれだけ豪華な家でもどれだけ豪華な家でも地盤がちょっとでも崩れ前なんかニュースであったんですけどなかこうなんか上場企業の会社が作ったマンションでその地盤でそのなんかポールみたいな、まあ、地盤の中にこういう柱があったらしいんですけどこの柱がなんか欠品しててなんか少なかったらしいんですよでマンションが傾いたらしいんですね。 要はすごい。立派なマンションだったとしても、地盤が揺らげば一瞬でこう,う倒れちゃうんですよ。だから地盤固めっていうのは非常に大事なんですね。地盤固めだから地盤をしっかり作る。これが核となるんで、だからどんなに立派な家を建てようとか、地盤が緩かったらもう一瞬でいっちゃいますから。うん。でも逆に言うと地盤が本当にしっかりしてれば、そこの上にどんな家でも建てられますから。そこからはもう自分の好きなようにできるわけですよ。 あこういうううい家ににしよよかかななとか自分の好きなようにできるわけでですよでもその目先の,その家ばっかりに目がいっちゃうとじゃあ地盤揺れたらもうねすごい家、まあ、売り上げが立ったとしてもちょっと傾いたらバーンみたいな崩壊なわけですよ、うん、そうだからドリアカで教えてることを本んになんかあ、まあ、やってほしいなと思いますだからそこをぶれずにですね うんまあ、僕も,もうすげえ大変だったんでう、ね、大変なことやりたくないとは思いますけどでも僕はドリアカでそういうことを教えてますしこの気持ちをう受け取っていただいた塾生さんがちゃんとやってくれてる人はやっぱそのちゃんと売り上げ作ってちゃんと教育コンテンツ作ってでちゃんと売り上げ作ってるんでであとはですね僕やってて思うことが要はちゃんとやればちゃんと評価されるんですよ。なぜなぜらば そこのインフォ業界の人たちがもう変なものばっかりやってるんでちゃんとやればちゃんと評価してくれる人が出てくるんですあ、この人は違うなっていうわかりますこれはありがたいことなんですよありがたいことなんですこれは非常にラッキーなことなんですよだってみんなちゃんとやってたら差別化なんないじゃないですか僕が差別化になる理由の一つとしてみんながちゃんとやってないから僕ちゃんとやったことによってやってることによってあ、この人ちょっと違うなみたいな っていうふうに思っていただけるっていうのもあるんですよ。みんなが例えばこういう動画をね、今30分くらい撮ってますけど、多分みんながこれやってたら差別化にならないんですよ。わかりますこれみんながやってたら差別化にならないですよね。だからこれラッキーなんですよ。これラッキー。めちゃめちゃラッキー。だから多分、インフォー業界の人たちはもうずっとそれに染まって、それをやり続けるでしょう。ありとあらゆる手を返しなおかい、ろいろやり続けるでしょう。で、やり続けた結果、そういうふうな被害を持った人たちがちゃんとしたところに結局来るんで、絶対来ます。 絶対きますだから最終的にちゃんとやらないといけないなもしくは資金証として諦めるかですねどっちかですけどでもそれでもなんか人生変えたいっていう人はもう今度こそちゃんとやらんとあかんとっていうことでじゃあちゃんとやるためには吉谷さんからちょっと勉強してみようかなってな,なってるんですよまあそこは実際お客さんのアンケートでもいっぱいいただいてますけど、うん、そうこれをね本当に僕もねこれは痛いほどわかりますね 痛いほど分かるんで熱く語りましたけどこれ本当ぶれないでいででほしすね本当にブレない見返りを求めないギブであとは僕も人間ですから思いますよこんだけなんか動画撮って無料で一人一人の動画撮ったりとかいろいろしてるのになんでなんでみたいな思う時もありましたもう何度も <laughs> 何度もありましたよ だけどでも結局それは自分に力が足りてないんだってうもうちょっともっと頑張らないといけないんだっていうことでまた自分を追い込んでねこうやってきたんですけどだからそうじゃないですか売れない理由って自分が悪例えば例えばなんだろうな今不景気だから物が売れないんですよとか、うん、その立地が悪いからお客さんが来ないんですよって言ってる人って絶対売り上げ作れないんですよ要は立地が悪くてもどうすればお客さん来るかなとか。 だって立地が悪くてもリピートで遠くからね来てる店舗もあるわけですよ。で今不景気だからダメなんだいや不景気でも売り上げ作ってる会社があるわけですよ。でそれを言うといやうちはこれを扱ってるからこれはもう売れなくなったんだよなだからダメなんだよっていう会社もあったりとかするんですけどじゃあ市場のニーズに合わせてどう変化していくのかって話じゃないですか。だからそれ言ってもきりがないんであのー、なんだろうなそこはね思考を改善していくってことですね。 だからそのアンケートも100クリックあってもなんで1人しか来ないんだっていうだからそこのオファーの見直しだったりとかそういうのも改善案じゃないですか100クリックあって1アンケートっていうのは非常に少ないと思うんでそこはデータとして出てるわけですから改善できるだろうしうんまあ,あとはまあフロント商品ですねフロント商品をしっかり作って売っていくというところですねあと教育コンテンツフリーコンテンツをしっかりと作っていくと。 もうあのネットビジネスでかあの中長期で稼いでいく上で一番重要なことはもうフリーコンテンツしかないですもう断言します僕が14年やっていろんなことを見てきましたけど中長期で安定的にビジネスを構築していくんだったらフリーコンテンツをいかにぎ見返りの求められない、えー、フリーコンテンツを作れるかもうこれしかないですこれしか道はないですいいんですよ単発的に儲けて売り逃げするっていう考え方だったら別にいろんなやり方あるんですけど その中長期でちゃんとやるってことだったらもう見返りの求めないギブフリーコンテンツをいかに作れるかもうこの道しかないですこの道しかないんですだからこれはこの道しかないということを入れるっていうこの道しかない僕は14年か15年目かわかんないですけどずっといろんなものを見てきていろいろやってきて思うことがもうフリーコンテンツでしかないですいかにどれだけフリーコンテンツを提供できるかこれです もう,もうこれしかないですもうこれが最強でありもうこれしかないという <laughs> これしかないんです道はだからそこで心折れずにこれしかないっていう、うん、ただ目先の自分がその飯食っていく分の売り上げも必要ですから、えー、フロント商品もちゃんと作って販売する、うんまあ、そのやり方とかはドリア化に入ってますんでそれ見ていただいて、うん、しっかりとやってほしいですね まあここに絶対、まあ、もう熱くなってるのはここに流されないでほしいってここことです結論ここに流されないで欲しいいっていうせっかくドリアカに入って流されてたらドリアカに入ってる意味がないので、うん、ドリアカは本当に中長期でちゃんとビジネスでこう飯食っていけるための方法っていうのを教えてるんでドリアカは単発で儲けようじゃないんですよ。うん まあもちろんその3番稼ぐステップにはいろいろ入ってますけど僕が教えたいのはその情報コンテンツビジネスですよねここで中長期ビジネスを安定させていくっていうことを僕が教えたいとこなんでうん少なくてもねまあ熟成さんの方がその僕の思いを汲み取っていただいてそれを発信できるようになったら絶対変わるんですよ100%変わりますまあ業界を変えようとは思う気持ちはねそんな大それたことを僕が言うつもりはないですけどもまあ少なくてもみんながこうやっていただければ な何かこう変わっていくのかなとは僕は思いますしうんだからしょうがないんですよしょうがないで終わらせないいてことです人間は楽して儲けたいそれも知ってます <laughs> でもそれをしょうがないで終わらせたらしょうがないんでだからそこを変えていかないといけないですからだしそれは変えられてない自分に対してまだまだまだやってないなっていうまだ足りてないなとまだその。 ギブ、フリーコンテンツが足りてないな教育が足りてないなっていうそうだからもう僕もマインド系の話はもう何本撮ったかわかんないですよももはや同じこと何回も言ってると思うんですけど <laughs> もう数え切れないほど撮ってますけどそれでもまだ撮り,、ま、りますしなぜならばそこが一番重要でそこを変えない限りお客さん変わらないんでいいですか大事なのはそこを変えない限りお客さんの人生は変えられないってことですそう そこの心の考え方の部分を正さないと絶対に変えられないです。またその儲かる情報行ってまた行動できずまた中途半端で終わってっていう人をずっと僕は見てサポートしてきますからそこを変えてあげないとダメなんですよ。うん。そうだからそこのためそれをやるためにはね本当にフリーコンテンツをしっかりとこう作っていくっていうことが本当に大事ですね。 うん、でフリーコンテンツのネタがありませんということだったらドリアカにいっぱい入ってますんでそこを本当に見ていただいてそれを、えー、僕がリーチできない人にですね伝えていただきたいなと思います。うん、はいということでちょっと熱く語ってしまったんですけどここのジレンマはですね僕この2年と特に最初ですねすごくもうジレンマでしたね、まあ、実際フロント商品でも売れない時期もあったんで一番最初の頃は。うん まあ今もも、ね、たまに全然売れない時もあるんですよ <laughs> 僕ですらここまでやって売れない時もあるんででもそれはあ切り口変えようとかあじゃあこういうふうにやれば反応出るかなとかいろいろ考えていろいろまた改善してますし、うんまあ、だからそういった僕が2年間シックハックしてきたそして得たものっていうのもドリア化のフォローアップ勉強会とかで、ね、最新の,その講義としてアップデートしてますんで、まあ、そういうのを見ていただくと何かいろいろなヒントがあるんじゃないかなと思います。 ではですね、えー、本当頑張ってほしいなと思います。では終わります。